そう。なんかね、昨日なんか配信終わった後充電してたつもりだったんだけど、してなかったみたい。もうすぐ着いたわ。これね、携帯が向くってさ、反応が遅いんだよな。次のゼータ戦。次のやつ。携帯のあれだな。更新が遅い。次7日だね。7日の22時から。次22時から。次あれだよね、リベンジマッチ。一回負けたところだと27日か22時。確かに配信いけそう。楽しみ。うん、今は見てないよ。今ブシティ見てない。ずっとのやつしか見てないや。データで見ちゃった。うん、生誕祭、生誕祭はね決まった。10日の雫公園で生誕祭します。めちゃくちゃ久しぶりの生誕祭。そう、最後にやったの17歳のやつ。19歳の生誕祭なんだけど、17歳のあれかな、当日にやったやつかな。でもほぼほぼってこと、え、もうほぼほぼ3年ぶりぐらいじゃん。そう、今度ね、ただ19歳にせたさ、私もうちょっと二十歳なんだけどね。思い出せるかな。なんか言うじゃん、いろいろさ、スピーチみたいな。なんか18歳の1年振り返って、18歳、覚えてるかな。あと19歳でしたいことみたいな感じでしょ。19歳、あと20歳までの2ヶ月でしたいこと。むずむずい。なんでその、いや、できなかったんだよね、いろいろあって。なかなか、難しくない？18歳のさ、振り返ってとか。覚えてるから、私18歳覚えてるか。生誕祭じゃなくて大切な日でしょ。どういうこと？わかんない。私は2ヶ月しかないんだけど、その2ヶ月でやりたいこととか言うんだよね。19歳でなんか19歳の目標とか。そうなんだよね。何を。あと2ヶ月でできそうなこと。難しいな。あ、そっか、免許取ったの。免許、え、免許取ったの18か。あ、そっかそっかそっか。
でも免許取ったわ、でもあんま関係なくない。あんま振り返って確かに18歳、いや違うか、取ったの12月だから、まあでも確かに11月12月の思い出は社交かな誕生日なってからの思い出難しい。いやでも思い出さないと言わなきゃだから、ね、18歳どんな1年でしたかって聞かれるので、ね、18歳どんな1年だったかな、難しい2020年の思い出ってこと？違うか？2年前ぐらいだね、だって調査になってから、あ、で2020年の11月から2021年のそれまでってこと？19歳になるまで結構前だ。いやーまあ思い出すよカメラロール遡って、あ、毎日配信始めたのそこだっけ、18歳だっけ、いつから始めたかもう覚えてないんだよね自分18歳の時か、燃やさなきゃだって充電あるじゃん普通に、 97% あるのになんで充電、ん、なんで落ちてたんだ、え、でも確かにこの携帯さ、私充電した覚えがあったんだよね、してなかったっけと思ってたんだけど、え、待って今見たらさ携帯は 97% あるんだけど、なんで電源落ちてたんだろう、あれかな、もう寿命だな携帯寿命なんだろうな iPhone7 前使ってた携帯で、ね、をこうなんかサブみたいな感じで使ってるんだけど、いや電源切ってない、切らない普段電源、去年の誕生日の時、去年の誕生日そうだね、19歳のだから、寝るように安いの、いやーいいな、そこまではいいや、そんなに使わないしね、と最初の時の時だけ使うんだから、いい、2年分、いや2年分を振り返るとかはなさそう、普通に18歳の時のこと振り返って19、2年分振り返る、あ、17歳のか、17歳18歳ってこと、いや18歳の分だけだと思うけどな、さすがに17、ちゃんと18歳より前ちょっとそんなに覚えてないよ私覚えてないな、話せる記憶が、記憶話せるかな、記憶が18歳の時でさあんま覚えてないのに、今から思い出さなきゃって言ってんのに17歳の時なんてちゃんと喋れるか自信がないよ、タブレット、いや、タブレットいらないや、いいや、タブレットいいや買わない、タブレットで配信しないもん、普通に自分が普段使ってる携帯で配信してる
人で始めたのはね18じゃない19、去年とかだった気がするんだけど、去年の冬秋ぐらい、ギリ18かな、じゃあギリ、え10月ぐらいだったかな、ギリ18かもしれない、ギリギリ18だったかも、わかんないよ。でも始めたのは去年、覚えてない、そんな何歳の時に始めたとか覚えてないよ。初めて歌番組で歌、それはね違うんだよな、こないだだから、それ19歳のことになっちゃう、じゃあ19歳の生誕祭だから18歳まで、18歳のことを振り返るのだから違うんだよだからそれ入れないんだよね。免許取ったのは18歳だけど、18歳12月だったけど一発目に喋ること免許取りましたってなんかなんか関係なくて面白いそれミュージックで言ってたの19、この間だってそれ7月だから19です、私今年20歳だからね、今19で11月で20、今年の7月だから19歳。何しゃべろっかなぁいや本当に覚えてなくって18歳何してたか、難しいなぁ、思い出さなきゃ。でも18歳、あこの携帯で見れないのか、変えたんだわ、そのちょうど社交行ってる時期ぐらいに携帯をないんだ、だから画像が。意外と覚えてなくない？その18、一昨年からさ、去年の1年以上前のこと覚えてないよ。写真なんかカメラロールを見返して思い出す。リリーとスイッチで100点取った、それ結構真面目に18だっけ、それ覚えてないよいつかそれ簡単だったんだよね、めちゃくちゃめちゃ簡単だった、その好きな科目っていうのもあったし簡単だった。リリー好きで、リリーなんかね自由選択のやつだったんだけど、リリーはリリーなんか勉強したくて撮った。この1年のイベントも使え、そうなんだよね、18歳の時ね、ちょうどね、そう、その18歳、え、いつ頃からだっけ、なんかね、よくイベントとかさあってんだ、去年の夏もそんななかったし、え、去年の夏、うん、そんななかったね、ね、今年からね、急にってか今年はたくさんあったけど、そうなんだよな、難しいね チーム移籍、それはあれだよ、え、いつだ、12月でしょ、あの周年のやつだから19な、え、去年だよね、去年19なってる、
18歳の時劇場、18歳の時出てないかった気がする、全然出れなかった気がする。ねえ、むずっ思い出そう、なんかカメラロール見て思い出さないと思い出せないぐらいな感じだからな、ちょっと思い出さないと。最近のことでもいいんじゃない、18歳振り返ってなのにそれはやばすぎるやばすぎるみんなええってなりそうじゃない、19歳のこと喋ってねみたいなやばおいたい、おいたい部あれいつあったっけ、2020年あれやってたの、もうやばい記憶が、2020年かあれは、で18歳だ、確かにやってたわ、今思い出した、ほんとそんぐらい覚えてないやばい、そう、ちゃんと思い出すわ。おいちゃんって最近ですかって聞いてさ、それあれ逆に二十歳の生誕祭の時にめっちゃ困るやつ、この間全部話しちゃったってなるやつじゃんめっちゃ困るやつだわカズカにハマったの18、カズカにハマったっていうほどじゃないけど、私何回かしか作った、3回も作ったかな、そんぐらいのレベル、3回くらいしか作ってない多分言うほど作ってないハマったって言えるレベルじゃない思い出して、思い出す、ちょっともうちょっと近くなったら、明日はビーコインだから、ね、とりあえずまだ大丈夫だけど、10日だから生誕祭は、違ったら18歳、違ったらそんぐらいかな、覚えてない全然関係ないこと話し始めちゃうじゃんスイッチ買ったとかめちゃくちゃプライベートなことすぎて、そういうのって大体さあれじゃない、なんかさプライベートなことも言うだろうけどさ、基本はさこうお仕事のことがメインでみたいなでもまず免許の話から入って、それなんだっけさっき言ってたお菓子作りとかスイッチとかもうほぼほぼプライベートすぎてやばいあ、ちょっと何話すか決めとくよ、しずっこいまでにね、しずっこいの練習もしなきゃいけない、明日から今日はビーコイの練習して、まだ終わってないからビーコイの練習今日やろうと思ってたら全然やってなくてまだ終わってないんですけど、今日終わらせて下終わったらまたビー、あ、まだビーコイじゃない、しずっこい、熊本津、あ、18歳だね、熊本津は18、ん、あ、ごめん、めっちゃ適当に言ってたかも、え、まあ、18歳だっけ、熊本津は出さん18歳だっけ、18か、あ、18だ今そんなに考えずに18だねとか言ってたいや18、合ってる合ってるフフ
すごい。でも熊本ツアーの話ってあれじゃない、すごい自分の件でやったかのように話す人みたいになっちゃわない？久しぶりのツアーだった。紙に書いたり、紙に書いたり、知らなそう、わかんないけど、するかな、わかんないや。馬が美味しかった、それ怒られそう、その言い方。馬が美味しかった、何か、馬刺し。うまいわ。55分ありがとう。特に落ちた。ランキング13位からランキング見ます。13位ジョークスノーさん、ありがとうございます。12位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位ゆまかこ熊本さん、ありがとうございます。10位まるさん、ありがとうございます。9位 WY のトマーク影の守護神さん、ありがとうございます。8位ごめん先生さん、ありがとうございます。7位バトニーさん、ありがとうございます。6位おまめさん、ありがとうございます。次5位ナオトさん、ありがとうございます。4位風と海とさん、ありがとうございます。3位とわさん、ありがとうございます。2位本校のアルマートマーク強化おいしいさん、ありがとうございます。そして1位がわきぴっぴぴょんちーアットマーク強化連たおいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、いいよ、ありがとうございました。明日の配信は多分公演終わってからできそうな時間になったらしてると思います。公演終わりに何時になるかかなけど、夜23時前にできるかなーくらい。明日は公演の後、そう公演の後、多分いつも通りぐらいかな。23時台には絶対にやってると思う。夜公演終わって始めて24時12時までぐらいやってると思って、で明日6だよね。7日多分、7日はちょっとゼータ戦見ながら配信すると思う。またフ楽しみ、7日のゼータ。またツイッチ見る、ミラー配信見ようかな。見る配信、実況はできないけど見てるだけの配信。実況できないから。下手くそすぎて。そんなに知識ないから。そうで、明日は公演終わり。公演行く前時間があればするかもしれないけど、微妙そうだな。結局バタバタしてそう、時間ないってなってそう。知らない人ついていけない。知らない人は見てほしい。YouTube とかで見れるから面白いよ。e スポーツ。見たらわかる。見たらわかるよ、きっと。本当何も知らない状態で見たけど、私も。ルールも何も知らない状態で見たけど、なんとなくわかる。なんとなくわかるから大丈夫だよ。見たら。声のリハ終わりとかに、声のリハ終わりはね、多分時間ないんだよね。すぐメイクしないと、逆にメイク終わらなくなっちゃうから、時間ないや。そこは時間ない。無理だ。絶対できない。
てみるの、そのオベシティは YouTube か Twitch っていう配信アプリ、どっちもどっちもで配信されてる。明日のね、ピー公演だからちょっとこの後もうちょっとだけ練習して寝る。まだ終わってないんで練習しなきゃ。じゃあ明日はその公演終わりに配信してると思います。公演前はちょっと時間があれば、私に余裕があれば時間のバタバタしてそうだけど、わかんないや、あればしてるかな。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。おやすみ。